はようございます、あるいはこんにちは、もしくはこんばんは。安藤涼子です。平川翔です。ゆるりこブックス、いつもおすすめの本を一冊紹介していますが、今日はですね、1月17日夜に発表される第170回芥川賞直木賞の直前大予想スペシャルを文芸記者の2人でお届けしてまいります。はい、はい、お久しぶりになりますけれども、ね、はいはい、ではまずですね、芥川賞の候補作についてざっと平川さんご説明いただけますか。はい、芥川賞今回5作ノミネートされています。はい、それぞれ簡単に紹介しますが、まず、安藤ホセさんの迷彩色の男という作品、はい、安藤ホセさん2回目のノミネートです。はい、でこれは、いわゆる男性ゲイというかですね、男性同性愛者が相手を探すちょっと地下のスポットみたいなところが舞台になっていて、でただそこでちょっとしたというか傷害事件が起きるんですね。うんうん、で誰に襲われたんだろうっていうような視点でちょっと物語が進む、まあなんていうかちょっとヒリリとするような作品になっていますと。うんうん、そうですね、ちょっとミステリアスなね、うん、そうですね、はい、はい、で次が川野恵さんのブルーという作品、はい、で川野さんは初めてのノミネートで、はい、まあ本業というかは歌人、そうですね、短歌を読む方ですね、はい、が小説も、書いてらっしゃってノミネートしたと。はい、で、この作品はスバルという雑誌の、トランスジェンダーの特集に寄せられた一作で、うんうん、まあ、人魚姫の話をちょっと本案したような話になっていて、はいはい、高校演劇の舞台の設定なんですけれども、まあ、その主人公はその自分の名前というものがちょっとその性別をなんか揺らいでいくというかですね、そうですね、最終的に名前が3つちょっとずつ名前の読みとか漢字が違うというかですね、うんうん、なんですけれども、そういうものとその人魚姫っていうモチーフを重ね合わせて、まあ、ちょっと幻想的でもあり、かつ非常に現代的でもあるというような。あ、そうですね、幻想文学のね、なんか書き手ですよね。そうですね、はい、はい、で次が、九段理恵さんの、東京都同情島、はい、九段さんは2回目のノミネートですと。はい、でこの作品は、東京、近未来の東京を舞台にしていて、この世界ではあのザハ・ハディドの国立競技場が建っています。はい、東京五輪の、そうですね、うん、主会場で、はい、現実ではその廃案というかになってしまったものなんですけれども、はい、うんうん、でその当あのザ・ハディドの競技場の近くにあの道場塔という、まあ、刑務所の塔タワーを作るという話で、主人公はその設計者というか建築家ですと。そうですね、女性が主人公で、はいはい、でその世界では犯罪者みたいな呼び方を同情されるべき人みたいに言ってるという、うん、まあ、ちょっとそういうあの SF チックなというかですね、うんうん、パラレルワールドの、うん、まあ、純文学という感じです。はい、で次、4作目が、小佐川千人さんの猿の戴冠式、はい、で小佐川さんは2回目のノミネートです。うんうん、でこれはですね、動物園の、まあ、メスの猿というかボノボ、うん、とそれを見つめる人間の女性で、かつその女性はランナー競歩、うん、でその女性が、まあ、いろんな女性選手みたいなものの、なんていうか、さらされる視点だとか、ちょっとしたプレッシャーの中にあって、うん、まあ、そういう時にちょっと猿の世界というものに、うん、まあ、なんていうんです、シンパシーと言っていいのかわからないんですけど、うん、まあ、そういうちょっと同意、ある種自分を重ね合わせるっていうような、まあ、文学です。うんうんうん、で最後が、三木美奈さんのアイスネルワイゼン、はい、で三木さんは2回目ですと。はい、で、このタイトルはあのツゴイネルワイゼンという、うん、まあ、あの有名な映画がありますけれども、はい、まあ、それのちょっともじりというか、うん、になっていて、まあ、それはそのこの作中の中でそういうもじった曲を同級生が昔作っていたと、うん、はい、いうところに由来するんですけれども、うん、まあ、主人公はそれで、まあ、ピアノの教師ではあるんですが、うん、あの、まあ、会社を辞めて、まあ、フリーの状態で、まあ、非常になんて不安定というか、そうですね、ストレスを抱えているそうですね
まあ、あのなんかありていな言葉ですけど、まあ、そういうままならない日常というかですね、うんまあ、そういうものとそういう、野草曲ということのなんかの軸に語っているような小説ですと。そうですね。いうのが5作ですと、はい、なので、2回目のノミネートという方が4人いらっしゃって、うん、初めての方が川野さん1人ということですね、はいはい、では早速ですが早速ですが、はい、ではじゃあ安藤さんからそうですね。じゃあ私はですね芥川は割と迷わずに1作決まりまして、はい私の予想は九段理恵さんの東京都道場島ですと。で先に言うと、はい、もうこれはもう私もそうなので先にあの展開としてはまあ面白くないんですが、はい、ちょっと今回はちょっとねとか言って全然違ったら恥ずかしいんですが、うん、そうですね。あの 2番辞典は安藤補正さんかなと思ってるんですけど、まあ、九段さんの、前回のノミネート作詩を書く前回はスクールガールっていう太宰の。あ、なるほど。あ、そうでした、すみません、はい、申し訳ないです。あの、私が読んだ詩を書く馬っていう前作からやっぱりなんかその洗練度がすごい増してきているなと思い、はいはい、九段さんすごく言葉にこだわりがある作家さんじゃないですか、はいはい、その言葉のまあ前作はそのなんか熱量がすごいと思ったんですけど、はいはい、今回なんかそれにすごく磨きがかけられているなという印象で非常にこう洗練された一作だなと、完成度高いと思いましたね。これも僕も語っちゃうとですね、はいはい、その九段さんは、まず芥川賞という意味だと1回目スクールガールっていう作品で初めてノミネートされて、うんうんはい、でそれはなんか、まあ、太宰の、女生徒っていう作品を本案したような作品で、うんうん、僕はなんかそれは正直そこまで、うんうん、まあなんか悪くはないけどぐらいの感じだったんですけど、今安藤さんが言った詩を書く馬っていう、うん、その後に出た作品があって、はい、でそれは野間文芸新人賞を取ったんですが、はい、なんかそれで一気にスケールがガーンと上がって、うん、ただその作品は若干読みにくいというか人を選ぶというか、そうですね、確かに勢いはすごいけど、うん、ちょっと人を選ぶかなみたいなところがあって、そうですね、そしたら今回のはそこをまたギュッとなんかうまく抑えて、そうですね、抑制が効いてますよねっていう印象があって、うん、そうなんですよね、面白さと読みやすさと、はい、あと鋭さみたいなものがうまく両立してるなと。そうですね、なんかあの建築っていうモチーフをやっぱ文学に入れてくるっていうのが面白くて、はいはい、建築ってなぜかこう建物を作るのにコンセプトとかをものすごくのんべんに語らなきゃいけない分野なんですよね。あの安藤さんはあれですよね、うん、以前建築というかそうですね、ちょっとカバーしてた取材のされていたこともあって、はいはい、なのでものすごいなんか抽象的なコンセプトを建物として形にするっていう世界を文学に取り入れて、はいはいはい、要するになんかそれをまあこう言語化するっていうか、はいはいはい、なんかこうもやっとしてるものを言語化するっていうのを建築になぞらえて持ってくるとか、あ、はいはいはい、あとこうテーマがすごくいろいろ入ってるんですけど、そうですね、それが一つのストーリーとして非常にうまく流れているんですよね。そうですよね、無理がないというか、うんうん、そうですね、この東京都道場島っていうのはその建築家がまあ考えた名前で、もともとシンパシータワーオブ東京、はい、シンパシータワー東京かで、そのなんか2つの五感の違いっていうのも、はいはいはい、ものすごくこうなんか鋭くね、そうですね、描写が鋭いなと思って、なんかとっても面白い、うまいですね。そうですね、うん、ですし、うん、これ主人公がその女性の建築家で、確か30代半ば後半ぐらいだったと思うんですけど、うんうん、のなんか恋人でもないけれども、うん、まあ、友人というにはという、はいはい、まあ、そういう間柄の年下の男性がいて、うん、でその方が多分20代前半ぐらいで、なんか多分あんまり裕福じゃないんだけれども、まあ、アパレルというか洋服屋さんで働いてるので、うんうん、一発と見すごいキラキラ若者に見えるみたいな人で、うん、はい、二人ともなんていうかそのちょっと変な人じゃないですか。そうですねそうですね、いろんなこう現実からいろんな立場ちょっとずつ入れ替えて、まあ、組み合わせてるっていう感じですね。でなんか純文学のこのぐらいの長さのものって、うん、やっぱり一人称
でそのまま行くとか、やっぱり一人で進むものが多いと思うんですけど、二人ちゃんといて、二人いるがゆえにお互いちょっと面白かったり変なところがちゃんと見えるっていうのは、なんかそれはちょっと広がりがあっていいなと思いましたね。そうですね、そうですね。こちらで紹介した安藤ホセさんの迷彩色の男も、はいはい、そうですね、見事ノミネート、はい、はい、はどうですか、どうですかというか、非常に、なんていうんですかね、こう、まあ、ハンチバックと同じ、まあ、当事者性の高い当事者文学と言えるのかな、はいはい、まあ、と、まあ、はい、思うんですけれど、その、そういう声高なメッセージじゃなくて、はいはい、なんかヒッチがすごいクールで、クールですね、かっこいい、かっこいいですね、そうですね、なんかこのテーマでかっこいいってなんかないなと思って、そこがなんか唯一無二な感じが、そうですね、うん、まあ、そのご本人はあまりそのご自身のルーツだとかそういうものを一応明言はされてないんですけれども、うん、はいはい、まあ、前作に続いて、うん、まあ、あのブラックミックスの日本人が主人公で、うん、かつ同性愛者であるっていうところは、うん、まあ、一貫してるっていうところですよね、はい、そうですね、だからなんかあとマイノリティを際立たせるというよりは、はいはい、まあ、マジョリティ側の気持ち悪さの描き方がすごくこうなんか残るというか、はいはいはい、そういう点も、ちょっとかき回される感じがあって、自分の感覚をですね、はいはいはい、すごく面白かったですね。そうですね、うん、僕も安藤ホセさんは、うん、この人2回目のノミネートで、はい、前作デビュー作、ジャクソン一人という作品はノミネートはされたんですけど、この作品もちょっとそれの延長線というか、まあ、うん、実を言うと少し時代は巻き戻るらしいんですけど、まあ、同じような世界線の話を書いていて、なるほど、で故にちょっと続編感というか、うん、多分前を読んでる人だとちょっと既視感があるっていうのがあると思うんですね、はい、うん、だからそこが若干マイナスになるのかもなと思って、なるほどですね。で一方で前よりは明らかになんていうか完成度というか洗練されているっていうのもあるので、うん、はいはい、そこでまあプラマイ、ちょっとプラスかもしれないけど、まあその一番取るのは僕も同情党かなっていう、そういうぐらいの感想を持っていますそうですね、まあやっぱり芥川賞の場合これからどんな風にこうどんな作品を書いてくれるのかっていうところもきっとこう将来性っていうところもきっと、ね、他の3作はいかがでしたか。他はですね、なんかまあそれぞれに、うんうん、まあ、僕はブルーはやっぱりちょっとというか面白いなと思ってたのは、うんうん、まあそうですね、まあ、これはそのトランスジェンダーっていうもちろんテーマがあるにせよ、はい、まあ、それと、まあ、人魚姫っていう、うん、人間とその、うん、なんていうか魚というかなんていうかの、はいはい、その愛の子というか、ああいうイメージをものすごく上手に使っているなっていうところが、でなんか僕川野さんってそのなんか短歌の人ではあるんですけれども、はい、なんかその幻想的なものっていうものと短歌っていう表現な形式がなんか僕はあんまり噛み合わないんじゃないかと勝手にちょっと思ってるところがあって、あ、目の前にないものを読むなんか短歌ってもう具現の塊というか、はいはい、まあ、あるものを五七五七七でやるっていうことと、うん、なんかその幻想的であるっていうことが、うん、なんかいまいち僕はミスマッチ感が持っていたんですけど、うん、なのでむしろこういう文学の方が、うん、なんか彼女の作品としてなんかうまく僕は違和感がないなとか勝手に思ったっていう。なるほど。なんか川野さん前作の奇想庭園という あ、はいはい、あれがまあ本当にコテコテの時はどっぷり幻想文学だったので、はいはい、今回すごいその現代とのこう、まあ、そうですね、それがまあ新鮮は新鮮だったんですけど、はいはい、登場人物たちがみんなどこかなんて揺らいでるじゃないですか、はいはいはい、全員が全員なんかこう設定が結構えっていう感じはしました。なるほど、うん、その主人公の設定だけじゃなくて、はいはいはい、周りの子たちも、ね、まあ、もうあの全員が全員割とその政治人が、はいはいはい、違ったりとか、
なんかうーん それがちょっと、まあ、極端というか、うんまあ、そうですねかなと思いつつ、まあでも確かにその人魚姫の物語 をモチーフにしたあの演劇は面白かったですね。なんか他で読んだことないものを読んだなっていう感じが一番したっていうところありますね、うんうん、僕は。そうですね、私小佐川さんも、体感式はい、最初のその導入部分ですごい引きつけられたんですけど、なんかあのすごく思想的な感じの どこに連れてかれるんだろうっていう感じがして、はいはい、まあ、後半割とやっぱり女性の生きづらさとか、ね、はいはい、批評性がきっとあるんだろうなというふうに思いつつ、ね、ちょっとその最初のすごく冷静な導入と最後の熱量にの差にちょっと戸惑った部分はありましたかね。あと美希さんのも面白かったですね。完全な会話劇なんですよね。まあ、そうですね、会話劇ですね、これ字の文がほとんどないという、はいはい、もう本当に映画の会話劇見てるみたいな、ずっと会話で流れてくるんですけど、はいはい、これはなんかご本人のちょっとお話も面白くて、あ、はいはい、なんか道徳的に生きられない人を書いたっていう風に言っていて、あ、まあ、なるほど、すごい読んでるとイラッとしたりするんですけど、はいはい、道徳的に生きられない人かと思って。確かにそのめちゃくちゃなダメ人間とまでは言わないけど、うん、リアルな感じですよね、うん、その主人公の。そうなんですよ。そう、なんか自分では多分合理的な判断をしているつもりなんですけど、はいはい、やっぱそこにさ、あ、道徳的じゃないんだなっていうのは、うんうんうん、後から考えるとなかなか面白いなと思いましたね。という、はい、読みやすさは結構僕もその、うんうんうん、まあ、正直その体感式とかブルーはちょっと文学的なところがあって、はい、良くも悪くも、うんうん、そういう意味ではなんかサクサク読めるという意味では、はい、結構僕はこれは読み悪くないなと思いますね。そうですね、まあ、なんとなく全体的に、まあ、なんか気鋭の方をこう救ってきたという感じがしますね。そうですね、確かにそうですね、はい、という私たちの予想が一致してしまいましたけれども、はい、ここまで、芥川賞の予想をお伝えしました。次回は直木賞予想をお伝えしますので、皆様ご注目ください。それではうるうるっとした一日をお過ごしください。